ボリュームもこれ実は超えてるんですよ。調子もなんかいつも言っとるよな、ね、これ全部筋肉でやっとるよな。めちゃめちゃ眠いやんお前。やば、壊れちまったよお前。お疲れ様です。本日はコロナ対策で密閉空間に一つ詰め込んでみた。見てください。密室空間。ちょっと視聴者と流れるか。まあこれ冗談ですけど、まあ、みんな現場行った後で今、まあ、なかなか現場も撮影ちょっとずつ許可が出るけどね、結構お客さん ね。今日は足場職人の体脂肪率を測ってみようということで、もうみんなの顔映してください。はい、帰らせろって言ったら社長なのにどうのか。皆さん、じゃあ今から、まあ、測る前に最近コメント結構来てくれるけど、頑張ってね、アンチコメントに負けない応援コメントをぜひ、もうせっかくだので参加型でお願いしますね。じゃあちょっと行きましょうか。はい、行く。もう準備は万端なんで、もう取材置き場でもこれとこれ除菌だろ。はい、マスクですね。マスク、これ何、ローション。ローションペペペペの誰か行く、誰か行く。僕行きましょうか。一番体脂肪低いの誰だろう。多分僕ですね。いや、カンタですよ。いや、カンタっぽいの。カンタがそうじゃない。トシ君もあんまりでしょ。トシ君も少ないと思うんですよ。カンタなんか多分 0.2% ぐらい大丈夫です。一部見苦しいところ、足にモザイクかけますんで、今日は。それ何って、爪が汚いから。ああ、そうです。爪とかの皮膚汚いのか。じゃなくない。誰か行く、誰か行く。僕行きます。いや、74.6kg。 いや、お前結構あるね。はい、 74.8。 最近蓄えてるんですよ。冬眠が来るんで、もう少しで 27.3kg。 あ、違うパーセンテージ。マッスル 51kg。 マッスル 51kg で 27 ってそんなにじゃん。体脂肪が20。俺よりお前悪いんちゃう。27は嘘でしょ、多分。いや、俺の方がお前体脂肪低いぞ。 27% ってまあまあ全然あるじゃん。え、僕 3% だったの、一時期。嘘つくの。いや、ほんと嘘。ほんとに。はい、これ足場でこういうダンスしてるけど、俺の体重で、俺の身長でやっとるから。77kg。 76.8。 お前より軽いんちゃう。お前何キロだった。 74.8 です。あれだから重たいか。はい、2kg です。お前何パーだった。僕25ぐらいでしょ。じゃあ誰行く？じゃあリュウジ君行ってみましょう。身長しか登録しないはず。リュウジ君多分 100% 言ってるんですよ。お前やない、なんかいつも言ってるよな、リュウジ。大学校。え、これ全部筋肉です。お前どうやって。どうせ 75% とかで。沼木さん、今度テストしてみようか。 75% だな、あれいいか、筋肉。じゃあちょっと乗ってみましょう。病院読むだね、そいつ。お前なんか人類じゃねえ。じゃあ誰行く？リュウジ君。リュウジ君。よし、OK。もう多分 80% ぐらいの体が物語ってるもんさ。体脂肪率 80% 体が物語ってる。90めちゃめちゃ眠いやんお前。やば。服関係ない。1キロもねえだろ、服なんか。これ80%。早速ていくの。じゃあもうちょっと真ん中までやってるから。もう真ん中のよ。靴下もみんな脱いでけよ、靴下脱いでけよ。いや、お前ちゃんと前出な。体脂肪率 100% 超えとるって言うんで。あ、もう一回降りて。壊れちまったかよ、お前。僕の体重は80kg じゃないですか。僕の体重じゃん。え、なにこれ、壊れちゃったよ。でも90kg。カメラクラブさんに答えんだよ。90kg やばいでしょ、お前。もう全然足場組んでねえだろ、お前。これでも分かれんすよ、この体重。誰か分からんすよ。なんかあれだな、体脂肪出んな、これ登録勝利だな。あ、出るかあるよ。66? 確かに何キロだった。66? お前何キロ。69。やばいじゃん。何キロ、何キロ。あ、じゃあベイビーか、ベイビー。ちょっと申し訳ないね、コロナでこんな企画でつまらんなと思います。思うかもしれんすけど。あ、じゃあ除菌しといたら。これ60キロないんだよ。トシ君で66？ 多分36ぐらいだよ。あ、これちょっといくの。これやばいっすね。え、お前でいくのつだった。僕 74.8。 俺76?
76.6 キロ。僕よりお腹でとるっすからね。まあ全然もっといくだろ。でもお前90キロやばいっすよ。だってお前身長ねえじゃん。70。俺より重いじゃん。身長あります。あ、身長いくつある？175。あ、だいぶ違うな。なんだ俺と同じぐらいだわ。78.8。俺でいくつだった？言ってどっちが太って見える？そんな大したんですか？なんて言うんだみたいな。変なこと言ったら社長怒るしなみたいな。なんて言ったら正解なんだみたいな。マジであれけないけ。よっ、最後だぞ、大鳥だぞ。面白いことやると。じゃあ、僕が、これで一番軽いんで。あ、じゃあお前行こうか。だけど、もう体脂肪出るもんな。何キロ？あ、ちょっと。まだ何キロ予想？僕、73ぐらい。73だったらあれ？測ってよ。はい。測った？いや、違う。測ってよ。いや、社長来る前に一回測った。あ、そういうことか。じゃあ、行ってみよう。じゃあ、行ってみよう。もう貯金もやってないしな。あ、72.6。いや、ジャンバーだよ、ジャンバー。トシ君で何キロ？66って。やばいな。そうして、そう考えたらトシ君ね。何を言ってた？超人だな、半年で。でお前は2番目に変わるってことだろ。はい、今のところ。はい。じゃあ最後、イケメン。ここで視聴率稼いでくれるしな。イケメンの体重、イケメンの体重。お前でもチビだろ。理想の体重。こいつらは不利だわ。だってお前身長いくつ？身長154。はい、154。ミニモニだよ、お前。ミニモニ娘見て。154。やばくね？あ、軽い。57。やばいよ、ね。29時だよ。ミニモニだよ、お前。さ、多分4本だ。あ、トシ君でいく？66やった。トシ君10キロ、こいつ体脂肪やばいんじゃん。もう結構いくんじゃん、いいとこ。体脂肪っすか？うん。太らんすもんね。あ？食っても太らないでしょ。なんで？余裕ありたい。はい、まだやるんだよ。はい、よしよーとか言われたよ。気持ちいいやつみたいで。まあ、そんな感じです。今日の動画はどうだったでしょうか。体脂肪測ろうと思ったんですけど、ちょっと体脂肪測れんかったんですけど、まあ、皆さん、あの最近ね、ちょっとあのインスタもやり始めて、あのミッチーチャンネル通ると、まあ、会社のやつと、まあ、概要欄に貼ったんだよ。でちょっとそっちの方もやろうと思ってるんで、まあ、とにかく参加型にしたいなと思ってますね。あの、はい、一言でいいでコメント入れてね。でアンチコメントに負けないぐらいちょっとコメント入れてください。あと変なフォローやめてくださいね。何変なフォロー？普通なんだけど、普通だけどお前がかかりすぎなんで。僕は変なフォローだって、僕はフォロー返したんですよ。そのフォローバックでっていうか、あれやったら、なんかいきなりメッセージ来て、昨日、どこ行ってたと思って、そのまま仕方したら、またさっきメッセージ来たって、なんで既読するのに無視するの？マジで感じ悪いとか言ってたのか。先週に向かって言ったね、来たの。おい、送ってくんな、お前いちいち。うっとうしいんだよ、お前。削除しちゃったよ、ほら。俺なんか、この間ね、今インスタ結構勉強しとるじゃん。で、なんか土曜日の朝から午前中ずーっと一日、もう午前中ずーっとインスタやったの。プロフィール見たりしてね。ほんで、なんか、とさやさんがフォローしてくれてるじゃん。はい、で、誰かがライブ始まったら、なんか上の方に並ぶでしょ。で、そこピュッて入ったら、一人か二人しかいなくて、俺がピュッて入って、二階堂じゃなかったよって。あっ、二階堂さんですかって。ごめんなさい、テンパっちゃって。で、俺も、あっ、社長の小林ですとか言ってコメントを送ったって、よろしくお願いしますとか言ったら、いや、今日は土曜日なんで、って言って釣りしとったんだよ、またそいつで。いや、今日土曜日なんで、まあちょっといいかなと思って釣りやってますとか言って。何も言ってないよ。何も言ってないよ。しかもライブだよ、生ライブだよ。まあそんな感じです。はい。今日の企画は、ちょっと申し訳なかったですけど、また体脂肪上がれるようにしてからまた動画撮りますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。また見てねー。見てねー。行ってねー。